こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今日は、今年の僕が使う新しいバインディングが届いたので、それの調整方法をお伝えしたいと思います。はい。まあ、他のね、僕もお店に勤めてたので、今はドレイクのビンディング使ってますけども、いろいろなメーカーさんの、バインディングを今まで調整してきたね、経験があるので、まあ、ほぼね、細かいところは違っても、基本的な、ところっていうのは一緒なので、皆さんのお持ちのビンディングにもね、活かしてもらえたらなと思います。はい。バインディングですね。調整するときに、ブーツにね、フィットさせるようにね、もちろん、調整しなくてはいけないんですけど、まさに、買ってそのまま板につけてるって人はいないと思います。はい。細かなビンディングの調整をすることで、ブーツにフィットして、より滑りやすく、体重が乗りやすい、重心の位置を板の中心に持ってきて、コントロールしやすくすることができますので、それをね、ちょっとね、見ていただけたらいいかなと思います。はい。あと、何かね、質問ある方は、どんどん、ライブ中継してるので、この下の方のコメント欄に書き込みしてください。撮影終わった後に、そのコメントチェックして質問に質疑応答したいと思いますので、お願いします。はい。では、まずですね、用意するのもちろんバインディング、こうやってね、用意するんですけども、ブーツももちろん必要です。まず右足の、なんか落ちた。はい。右足をね、調整したいと。思います。はい。右足のね、ビンディング、調整したいと思います。はい。なので、ブーツを用意します。はい。右足のブーツ用意します。はい。で、まずブーツの紐をね、ある程度締めてください。ぎゅっと。締めて、滑ってる時のブーツのボリュームに合わせるようにしてくださいね。で、注意点が、あまりにもぎゅーっと締めすぎちゃうと、今度は、なんですかね、ブーツがちっちゃくなっちゃってストラップの長さとか短くなっちゃうので、自分のブーツ滑ってる時って大体このぐらいのボリュームだなーっていうところに調整ちゃんとしてあげると良いと思います。はい。パチンと、はい、紐の長さを調整していきます。はい、こんな感じですね。はい。で、調整したらまずはめてみましょう。あ、また落ちた。スカポッと、スカポッと。はい。こうやったらまずストラップ届かないですね。ここね。ストラップ届いてないですね。はい。カポッとやると、はい。これ、真ん中合ってないですよね。真ん中合ってないですね。はい。で、見てほしいのは、こうやって見ると、かかととつま先のセンターっていうんですけどね、ここが合ってないので、ここも前後調整する必要が出てきます。はい。で、調整しなくちゃいけないところがいくつか見つかったので、まずそれの調整に移りたいと思います。まず最初に調整してほしいのが、ブーツのこの前後の調整、ヒールカップと言われるこの部分を前後させて、ブーツを中心に合わせます。はい。で、今見た感じ、つま先側に移動してるので、かかとをね、後ろ側にずらします。で、僕の使ってるドレイクのこのリロードというバインディングは、ツールです。ドライバーなくても調整できるようになっているので、すごく便利です。他社さんだとね、ドライバーでネジ取ったりとかして調整すると思うので、あれだと思うんですけど、これはここの部分カチカチと、この赤い部分ですね、この見えるかな、この赤い部分が、はい、この部分カチカチっとやるともうロック外れます。で、よいしょ。で、ロックが外れると、よいしょ、こうするだけでかかと側にこれがずれます。はい。で、まずは1段階目のこの、ね、メモリ1ってところに合わせたいと思います。1に合わせてはめます。あ、もういいですね。はい。1に合わせると、ここ中心に、さっきのかかとの距離が全然違って、大体センターに来たので、これで OK です。はい。で、もっとブーツが大きかったら、さらにかかとを後ろに下げて、ブーツを中心に合わせるっていうね、作業をしていきます。はい。まずこれで OK ですね。はい。次です。次は、このハイバックのローテーションってやつをいじりたいと思います。ローテーションって何かっていうと、このハイバックの角度って実はこうやって回るんですよ。知ってました？これくるくるって回るの。はい。で、足のこの角度ありますよね、板につけるこの角度と、ハイバックの角度、板の金具の角度をずらすことによって、ハイバックの角度を板板のエッジの角度に合わせるんですよね。そうすることでより体重が乗りやすかったりとか、足がこういう風に、なんですかね、膝を入れやすくする、動きになっていきます。例えば今だと、僕ダックスタンスなんでこれ右足だとこうつけてこうなりますよね。はい、こうなります。そうするとハイバックがここ内側にこれがあるんで邪魔して膝が内側に入んないんですよね。ぶつかっちゃって。で足痛くなったりだとかスムーズな動きができなくてあんまりスタイルが入らないとかするので、このハイバックをこちら側にくるっと回したいと思います。はい、じゃあどうするかっていうと、はい、ここもツールレスです。ドレイクは、はい、見てください。くるくるくるーっと回すと、このストラップ自体がなんとネジになってるっていう、はい、こういう感じになってるんです。はい、ストラップに直接ネジがついてるんですごく便利です。はい、ツールですと簡単に外れます。反対側もです。反対側もくるくるくるーっと回しますね。はい、くるくるくるーっと回していきます。よいしょ。でこれね、分解してる時にネジとかなくさないようにしてくださいね。はい、これでバラバラになりました。はい、こうやってネジとかなくさないようにしてください。落としました。よいしょ。これですね、こういう風になってます。で、あ、そう、ちょうどいいので、これドレイクってすごくいいんですよ、実は。また落とした。よいしょ。ドレイクのバインディング、ここの内側のところがこうやってね、実は四角くなってるんですよ。見えますかね、これ。ここ通常だと大体の丸が多いんですよね。ここ丸くなってるやつで、受け側のこれ、見えるかな、ちっちゃいの。これもね、四角くなってるんですよ、実は。四角くなってるので、これがカポッとこの穴に入るともう回んないですよね。はい、四角と四角がはまって回らなくなるのでネジが緩みづらいですよっていう構造に実はなってるものなんです。これすごいですよ。はい、で、はい、続きいきます。はい、右足ダックスタンス、こうなると、ハイバックは今まで極端に言うとこういう風についたので、これをこう回したいと思います。はい、こう回したいので、このネジ穴がこうやって3つってずれてるので、その角度に合わせて、1個ずつずらしていきます。これもね、こっちも細かく調整できるようにこっちにも穴開いてるので、だいたい自分の角度このぐらいでつけますよってところにくるっと回してあげてください。でこの順番はあれでもいいです。角度がだいたいこのくらいかなって分かんない人は板に取り付けてからエッジに合わせて調整してもいいかなと思います。これとここかな、ここでこう合わせるといいかな。はい、いい感じですね。はい、でこれ微調またツールですね。くるくるくるーっとストラップを回すだけで、はい、いけます。よいしょよいしょ。くる、はい、で反対側もこれはめるのではまりのいい位置ですね。ネジ穴がサクッとはまりの位置に合わせてこれもつけていきます。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。はい、これもこうやってばらけます。はい、でこれでくるくるくるーっとやるとこれがつきますね。よいしょ。僕ね、結構なんだかね不器用なんですよ。よいしょ。はい、つきました。くるくるくるっと回していきます。これで OK です。はい、で大体これドレイクのビンディングで今日やってるんであれなんですけど、他社さんの他のメーカーさんの場合だとここネジついてますよね。ネジ緩めて移動させるような感じになってるので、ネジドライバー使います。はい、でドレイクの場合はドライバーいらないんでそのままいけちゃいますね。あ、もうちょいずらしてよかったかな。もうちょい回した方がいいですね、これね。もう1個いきますか。もう1個いきます、はい、こうやって微調整していきます。よいしょ。ここまでいきますね。ネジ穴をちょっとずつずらして角度を合わせていきます。といい感じですね、これでね。はい。こんな感じで、ちょっとね、分かりますかね。分かんないですよね。はい。このバインディングのこの内側のところより、こっち側に外側にこういう風に回したんですよね。はい。こっち側の方が下がってると思います。はい。こうやって、ローテーションさせたので、背バックにしっかり力が伝わったりとか、ブーツが内側にこういう風に、はい、こうやって逃げやすくなるので、スタイルが入りやすくなります。はい、で次、ストラップの長さ調整します。まずアンクルからいきましょう。大体、これね、好みにもよるんですけど、僕は結構中心に合わせる派ですね。で、内側に入れる人、外側に入れる人で、力の受ける、なんですかね、力のかかり具合が違うので、これ好みで少しずつ調整してあげるといいと思います。はいで大体中心の位置で中心の位置締めるともっとギューッとこちらのラチェット側にギュッと寄るので少しだけ内側に寄せておきます、はい、そしてちょっと見えやすくそっち側向けますけど全然自分の見える方向でやっていいですからねはいくるくるくるこれもツールレスですこういうふうにねこうやってつまみに見えますかねこれね、はい、つまみになってるんで簡単にくるくるくるっと回して調整できますはいギュッと締めでカチンとロックかければ、はい、緩まないです。で、一回締めてみましょう。あ、いいですね、いいですね。はい。はい、大体中心の位置。はい。変えてきたので、これでストラップの長さも OK です。はい。で、次、つま先のストラップです。はい。これセンターずれてますね。はい。真ん中につかないので、これで締めても、はい。ちゃんとフィットしないので、これも中心に合わせます。で大体ねこの裏のところにこうやってよいしょ刺すところが何箇所かあるんですよねカチャンとこれ取るとこうやってずれるんですよ見えますかねこうやってずれるんですよでずらしてブーツのこのつま先の厚さだとかに合わせてこの角度変えれるようになってるので奥にすると大体寝てきますでつま先側にこれ移動すると大体立ってくるちょっと奥の方にこれをずらしたいと思います一回奥の方にずらしてブーツサイズとか、ブーツのブランドのつま先のボリュームとかに合わせて調整するといいと思います。はい、これではめます。で、角度見て良さそうだったら、はい、またこれツールレスです。緩めます。はい。で、つま先にフィットする位置。はい、見つけたら固定します。これもね、アンクルストラップと同じで、ちょっとだけ短めにつけてください。きちんとロックします。はい。そうすると、じゃじゃん。はい、ジャストフィットですね。きれいにフィットしたと思います。はい、いいと思います。はい、これでブーツの、サイズにビタッと合うようにフィットすることができました。あと、まだここで終わりじゃないです。ストラップとこれ、ハイバックとかね調整は終わったんですけど、次この。足の裏のパッドありますよね。これもツールですよ。パカッとこれ外れるんですけど、おしまだ硬いなというか、おしま。はいはい。こういうふうに外れます。はい。これ持ち上げると外れるんですけど、これも前後させることできます。はい。前後させることで、つま先の部分ですね。のサイズ調整をすることができます。はい。これフィットさせた状態で裏を見て。微調整ですね。これね、数ミリ単位で合わせれるので、どのぐらいかなって見ます。うん、これだとほぼ何の移動の調整も必要ないんですけど、もうちょっとつま先側にこういう風にもし移動してたら、このパッドをつま先側に移動させてパチンとすると、はい、ブーツに合わせることができます。逆にブーツはこうやってね、つま先が、あ、つま先見えないよーっていう位置だったら、これを奥に入れます。奥に入れて、よいしょ。固定して、はい。はい、じゃあ、ちょうどいい位置に来ましたよーっていうふうに裏から見て、チェックします。はい、いいですね。はい。でこの位置を覚えておいてまたね板に取り付けるときにこれを外すような感じ外してこのディスクをしっかり入れて板に取り付けるようになってきます。で、その前に、じゃあ反対の足もやっちゃいましょう。はい。反対足の足をやるのはね、すごく楽ちんになります。こっち側で1回調整しているので、こっち側と同じようにね、全くやればいいので、はい。片足やっちゃえば、あとは楽ちんです。まず、よいしょ、ここからしちゃって、ヒールカップからいきます。ヒールカップは、僕の場合、これ、あ、落ちた。はい。メモリ1なってたので、よいしょ。ヒールカップをメモリ1にずらします。またカチカチとこれやって、はい。はい。シャンと。で、カチカチとやりますね。これね、すごく便利なんですよ、これ実際、前後させるとき、僕もお店に勤めて分かるんですけど、結構ね、調整するときね、こうずらすのね、ネジ取って、あれしてってやってると時間かかったりとかするんですけど、これ、ワンタッチでカチャカチャって、ヒールカップ調整できるので、非常に便利です。はい。あと、よくあると思うんですけど、ちょっと友達の板貸してっていうとき。あとこのビンディング借りたら入んないよってサイズ合わなくて入んないよっていう時もこれワンタッチでカチャカチャっとできるのでちょっと借りれるかなーみたいな感じですね。はい、今度左足なので左足の背後こっち方向に回します。はい、これもねさっきのメモリを見て同じ位置で大丈夫です。僕の場合ダックなんで角度も今右足左足大差ないので角度は、はい、カチカチと同じ位置に合わせてつけます。真ん中ですね。じゃあカチャッとつけてこれですね、もう一回つけます。でこれ結構やるのが右足左足のストラップをこれを本体内側から外側につけなきゃいけないのを外側から内側につけちゃうっていう間違いをする時があるので、またやり直しになっちゃうのでそこ注意しましょう。はい、くるくるっと、はい、ちょっとしたねこのハイバックのローテーションって調整なんですけどやるかやらないかで滑りは結構変わります。僕は必ずやりますこれで。ハイバックのローテーションは最初お店に買った時はやってくれないお店が多いと思います。なぜならハイバックのローテーションを角度自体ハイバックのローテーションって変えるってことを知らない人が多いのでバインディングの角度をこうやって調整した時にハイバックも一緒に調整するんですよね。それをねしなくなっちゃうのでおかしなことになっちゃうので、まあ、一番定番の真正面につけておけば滑りづらいっていうことはないので、そのままお渡ししてるお店さんが多いと思いますのでぜひ自分でここは調整してあげてください。で僕指で測ります。3本分一気に3本分ちょちょっとこの辺かなっていうので合わせます。でくるくるくるっとでおいしょカチンとこうやって止めます。おっと誰かが来た。ちょっと待ってください。おいしょよいしょ、すごいいいタイミングでじゃじゃーんと、はい、ガリウムからワックスが届きました。ありがとうございます。よいしょ、はい、ということでどこまでやりましたっけ今ローテーションつけました、はい、左足合わせました。あ、これですね、はい、アンクルストラップの長さ調整したんですけど、はい、でこのアンクルストラップなんですけど、アンクルストラップのつま先もそうなんですけど新品のブーツに合わせた時これ注意してくださいね。シーズン中使ってるとブーツ自体は馴染んでくるとギューッとねより締まってきます。さらにこのストラップ自体も、使ってると若干伸びてくるんですよね。そうすると何が起きるかっていうとストラップ自体が長くなっちゃうんですよ。ニューッとこっちまで来すぎちゃうのでシーズン中もし来すぎちゃった場合は調整してまた短くしてあげてくださいね。これでシーズン頭に調整して一発で完成っていうわけではないのでシーズン中も微調整してあげてください。はい、次がつま先ですね。つま先、奥奥にしてたので、まずこれ奥奥にします。はい、カチャカチャっと奥に調整します。はい、で次に長さです。はい、長さはこのくらいですね。このくらいですね。はい、なので実際ね、このツールレスで長さとか調整できるのってすごくいいと思います。結構ね、滑ってて急に締めが悪くなったりとか、あ、なんか長くなってきたなっていう時も、滑ってる時に、ね、調整すれば常に滑りやすい位置でできるので、はい、これで一応ねパッと右左比べます。はい、大丈夫ですね。はい、ネジの位置確認します。 OK、はい、右左これで完成です。はい、で次に板に取り付けます。はい、よいしょ。あ、ネジあります。はい、そうです。はい、こうやって箱の中にネジとかディスクの入ってるのがあると思うので、これ開けます。はい、これですね、ディスクですね。ディスクとネジと入ってます。はい、このディスクに関してはドレイクの場合は、これですね、4つ穴の場所と3つ穴に、対応しています。まあ3つ穴って今もう使わないですけどね、バートンも2つになっちゃったんで、バートンが3つ穴だった時のように調整できるようになってます。でこれは、横にスライドできるようになってます。はい、で板に対して、よいしょ、これありますけど、板に対してこれね、穴あったらこう使ってもいいし、こう使ってもいいです。はい、センターリングっていうのを微調整したい人はこっち、はい、で板のスタンスの幅を微調整したいっていう人はこっちです。はい、こっちです。そうするともうなんですかね、ミリ単位というより細かい単位でもう微調整できるので、好きな位置に合わせれると思います。はい、でドレイクのいいところは、よいしょ、さっきやったこのヒールカップですね、ヒールカップでブーツのセンターリングをもう合わせているので、こっちで使うことないんですよね。こっちはもうヒールカップで調整してるんで、スタンスに 100% 使えますよ、スタンスの微調整ができますよっていう風になってきます。他社さんだともうなんかヒールカップ動かないんで、こっちしか調整使えないメーカーさんもあるので、そうするとスタンスが板についてる穴の位置で決まっちゃうので、自分の好きなスタンスに合わせれない時があるので、結構ねドレイクはこのヒールカップが動く、あとこれが微調整できるっていうのはすごくいいと思います。はい、で実際取り付けていきます。はい、こうやって角度、これ知ってる人とも多いと思うんですけど、ディスクにこうやって、ね、角度振ってます。ピーッとね、1メモリ3度、3度です。3度ずつ1メモリカッ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 と調整できるので、それを自分のスタンスの角度に合わせてつけていくことになります。でスタンスの角度に関しては、また別途お伝えしたいなと思うので、その時、お願いします。はい、でネジですね。ネジは、はい、普通のネジとワッシャーとあります。見えるかな？よいしょ。これですね。はい。これネジですね。はい。ネジ。はい。この青いのがネジの緩み止めです。この青いの新品の時はちゃんとついてるんで、これ締めるとね緩みづらいです。ただこれ何回もつけたり外したりしてると、この部分がほぐれちゃってポロって取れちゃうので、取れちゃうと緩み止めの効果がなくなるので、なんですかね、緩みやすくなりますから、市販の緩み止め剤買ってまたつけてあげるとさらにいいかと思います。はい、とこれですね。はい、ワッシャー、ワッシャー、はい、ワッシャー、これ必ずつけるようにしてくださいね。はい、これで力を分散しているので、ベースプレートに力がしっかり、なんですかね、固定力が上がるようになってます。はい、さあでは取り付け方法です。で僕の場合は、よいしょ、デディスクに先にネジを入れちゃいます。はい、カシャカシャカシャっと入れてしまいます。まあこれ順番どうでもいいんですけどね。ディスクをバインディングに入れてからつけてもいいですし、ディスクにネジを入れてからつけてもいいです。はい。はい。はい。あれ？ネジが2個こっちに隠れてました。カシャン。はい、これで4本入りました。で、なんでこれをやるかっていうとね、スタンスの幅を測るときにすごく便利なんです。スケール、スケール、スケール。よいしょ。はい、こういうの用意します。スケール。一般的にはね、メジャーっていうやつですね。はい、これで用意します。これで自分のスタンスの位置を測ります。ここからここまでっていうね、真ん中の位置測ります。これだと推奨スタンスって言って、真ん中から真ん中を測ると、ちょうど55センチになります。じゃあ、僕は56センチにしたいと思うので、これで微調整します。はい。この位置ですね。このネジの位置で微調整したいと思います。まず、この真ん中のところにカチャッとはめますね。真ん中のところにはめますね。で、はめたら、端から端でもいいですし、ディスクの真ん中から真ん中でもいいので、そこで測って調整していきます。で、1センチだけずらせばいいので、両サイド5ミリずついけばいいですよね。で、これで測ります。そうすると、はい、56センチになりますね。はい。ミリ単位で調整できます。で、その位置が分かったら、まあ、覚えておくといいと思います。で、これをはめて、メモリですね、自分の、スタンスの角度のメモリに合わせます。乗せます。乗せます。で、ネジをはめ込みます。カシャカシャカシャと。はい。で、さっきの測った位置ですね。測った位置に調整していきます。ああ、いいですね、いいですね。うん、この位置ですね。で、はめたら、ドライバー。あれ？あった。よいしょ。はい、ドライバー用意します。はい。で、ドライバーなんですけど、こういうやつ、便利です。カチャカチャカチャっと。このやつが勝手にくるくるくるって回るやつですね。回すと、一方方向にくる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 回るやつ。これあると便利です。あと、これです。ビット、この先っちょが3番というやつ、でっかいやつです、でっかいやつ。はい。細いやつじゃないようにしてください。たまに、よいしょ。おっと、落ちた。錆びててすいません。これ細いのあるんですけど、この先っちょが。細いの使っちゃうと、ネジバカになっちゃいます、スノーボードのやつ。なので、これ大きいやつです、大きいやつ、大きいやつ。はい、大きいやつ使ってください。はい、大きいのでつけてきます。くるくるくるっと。まず仮止めです。1本を一気に締めちゃうと歪んじゃってしっかり締まんなくなるので、仮止めをしてください。ちゃんと4本均等に力を加える必要があります。で、まずは軽い力で回るところまで仮止めしてきます。はい、締まってしまってますね。はい、はい、仮止め終わりで、仮止めした後は締める順番あります。知ってました？これ対角線上に締めていく。対角線上に締めていく。はい。×を書くように対角線上に締めていきます。そうすると歪みがなくしっかり締まります。これやってないと、1本だけしっかり締まっちゃうと、そこだけ斜めになるんですよ。こういうふうにグッと。で、その後締めてもしっかり他のビスが締まらなくなっちゃって、滑ってる間に、力が加わった時に、そのディスクの歪みが取れて緩んじゃったりするので、しっかりと対角線上に締めるようにしてください。これ車のタイヤのね、締めるときも一緒なんですよ。対角線上に締めていく。これポイントです。対角線上にしっかりと締めていきます。はいですね。で、ビスどれぐらい力加えて締めたらいいのっていうのあるんですけど、ある程度しっかり自分の片手で力がかかって締めれるぐらいで十分です。思いっきりこうやってグワーって締めたりだとか、あと僕も使うんですけど、インパクトっていうね、こういうやつ、こういうので締めちゃうと、力が余分にかかっちゃってビス側に板がキュッと持ち上がっちゃって板が壊れやすくなります。よくビス穴のとこ割れちゃったりとかしてる人いるんですよね。それネジの締めすぎだったりとかするのでネジの締めすぎも注意してください。はい、なので、締めすぎない。板のね裏触って歪んでたらそれ締めすぎです。はい、確実に歪まない程度に締めてあげるようにしてください。はい、でこのパッドを最終的にカシャンとつけて、おしょ、はい、完成です。でブーツを入れてみましょう。あ、これ右足なので、あ、用意してなかった。左足。最初から左足でやればよかったですね。はい、まあ、左足もこれ用意して、カチャッとはめるとこの通り。はい、完成です。はい、では今日はこのねバインディングの付け方っていうのを、細かい調整ですね、細かい調整っていう方も、やらせていただきましたのでぜひ参考にしてみてください。はい、でせっかくなのでさっき入荷したおいしょガリウムさんから届きました箱を開けてみたいと思います。すごいタイミングですねこれね。はい、さあ何が入っているでしょうか。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。はいほいほいほい。まず納品書ですね。あ、ステッカーですね。おいしょ。ガリウムの新しいステッカー入ってます。ありがとうございます。耐水性ステッカー。あ、嬉しいです。カタログ入ってます。カタログ入ってます。はい。ワクシングペーパー、ワクシングペーパー、これ大事ですね。はい。詰め物のポイポイ。はい。コールドパウダー。はい。これねすごくいいです。エッジの周りのベースバーン防止するやつですね。はい。どうしようかな。はい。これコールドパウダー。エッジ周りのね、白くなったりとかするのを防ぐやつですね。フィニッシングパウダー。ファイバーテックス、ファイバーテックス、はい、ワックス剥がした時の粉とかをきれいに除去するやつ。あ、これ欲しかったやつです。ブラシクリーナー。ブラシをこうやって使ってゴシゴシやってるとワックスいっぱいこびりつきますよね。粉まみれになってあれ取るのすっごい大変なんですけど、このガリウムのブラシクリーナーっていうセット使うとこの液体入れてブラシつけとけばワックス溶けてきれいになりますよっていう便利なやつあります。はい、お手軽ワックス。これ結構ね春先便利です。汚れも落とせるので使ってます。あ、これねクリーナーとスクレーパーのミニセット、これですね。春先とか滑ってると板の滑走面黒くなっちゃってすごく汚れると思うんですけど、その時に汚れ落としに簡単にパパパってして滑れるやつすごく便利です。はい、あ、これポケットサイズのワックス、これがはいクリーナー、ジョーカー。あ、今年ジョーカーでかくなりましたね。ちょっと大きくなったのかな、薄くなったのかな、握りやすくなったんですね。はい、僕使ってるやつです。これ結構ねレッスンやってる時に生徒さんとかにもおすすめしてるやつです。固形ワックスなんですけどすごくね塗りやすくていいです。これすごくおすすめです。僕いつもシーズン中もポケットに入ってます。で、おいしょ、こうなってるんですけど、こういう感じでね、こう見えますかね、くるくるくるってリップスティックみたいにしてワックス出てくるんですよ。で、これ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 って塗るだけで滑ります、うん、ちょっといい匂いします。結構ね寒い時もこれ滑るんでトップシーズンのに結構僕持ち歩いてますね、このワックス。はい、ジョーカー。お、なんだこれ。おうおう、なんかすごい。黄砂に効くフッ素ワックス、スプレータイプのフッ素ワックスですね。おお、高いです。これ2700円。はい、結構滑りそうです。これ今年試してみたいと思います。はい、あと、はい、塗りっぱ、これです。これね、おすすめです。これなんですかね、人工雪滑る時とかアイスバーン滑る時とか、結構滑走面傷つくなーっていう時に塗ったまま滑れる便利なやつなので、あとお手軽です。剥がさなくていいので結構楽ちんできます。はい、あとこれ、はい、こっちがザラメ、春雪ですね。と室内ゲレンデ、室内の人工雪とかに使うよう、こっちが普通の天然雪用、はい、2種類あります。あとははい、スクレーパー、はい、これ大事です。ステッカー貼るときも紹介したいと思います。ワックス剥がすときに使うやつですね。スクレーパー、はい、おーすごいでかい、このボアブでかいっす。これちょっと開けてみたいです。どうやって開けるのかな。引っ張っても出ないです。おいしょ。あー、壊れた。おー、これすごいですね。でかいですね、これ。おー、こうやって使うやつです。手にはめてこうやってできるので疲れなさそうです。でかいボアブラシゲットしました。ヒカリウムのボアブラシです。いいですね、これね、使えますね、これ。うわ、落ちる。はい、てんこ盛りです。あとは、はい、使うワックス関係が入ってます。サマーブロック、人工芝用、はい、ワックスと、はい、ベースワックス。これね、ハイブリッドベース結構使います。寒い時このままね塗って滑れる、ベースワックスなので、今は僕の板にこのハイブリッドベース入れて滑ってます。はい、と、はい、フッ素、ハイフッ素です。はい、ハイフッ素のパープル、落としたハイフッ素のピンク、ハイフッ素のグリーンで、落としたのがハイフッ素のブルー。はい、これらのワックスが届きました。ありがとうございます。ガリムさん、ありがとうございます。はい、で結構僕レッスンやってるんで、レッスン中に生徒さんのワックスとかね、生徒さんの板とか走んない時にちゃちゃっと塗ったりとかするので、結構こういう簡易ワックス持ち歩いてます。という感じで、はい、今日はこのバインディングの、調整方法を説明したんですが、突然やってきたこのガリウムのワックスたち、ありがとうございます。はい、あと、はい、見て気づいた人もいると思うんですけど、これです。はい、見えるかな、板の前に立つかな。よし、これです。はい、バンプスさん、はい、レイトライダーの、テト君のスポンサー受けてる、アパレルブランドバンプスさんとのコラボパーカーが入荷しました。はい、いよいよこれ、10日のですねイベントの日に先行発売させていただく、パーカーになってます。見てくださいね、見えるかな、これ。はい、ポケットにファスナーついてます。滑ってる時に物が落ちないようにファスナーついてます。すごく便利。はい、待ち望んでいた方もいるんではないでしょうか。限定数は20着です。今回20着。はい、サイズのボリュームは忘れました。で、サイズが今までレイトのパーカー買っていただいた方は今までのサイズをなんですかね、参考にしないでください。今回バンプスさんの完全オリジナルの、これボディって言って作ってるやつなので、今までとサイズ感が全く違ってきます。はい、L サイズは結構きましたけど大きいです。僕着てんのこれ M サイズです。実際 M サイズです。これ板ちょっと邪魔くさくてほい見えないと思うんですけど、はい、これ M サイズです。 M サイズで、僕身長167センチで、実は今日ね今ボードの上は下に履いてるのでちょうどいい感じのサイズのボリューム感になります。で S サイズだとピタッとした感じ。 S サイズ見たいですか、ちょっと見たいですかね。はい、ちょっと片付けます。はい、あ、これねステッカーチューン完成しました。ステッカーチューン完成しました、はい。でこれが M サイズ、 M サイズきてます、はい。いい感じのボリュームです。僕の、まあ、滑る時にそんなに無駄にならないサイズかなっていう感じのサイズ感ですね。で実はこれの下によいしょ、マイク1回取ります。よいしょ、よいしょ。はい、S サイズを着てました。はい、S サイズだとこのボリュームです。はい。結構体にフィットしてる感じ。袖とかはもう無駄のないサイズですね。これだと普段着て、出歩くのにちょうどいいサイズかなっていうボリュームになりますね。はい、こんな感じですね。はい。で L サイズ、あ、 L サイズ持ってくるのちょっと忘れたんで今ちゃちゃっと持ってきますね、はい。で L サイズはでかいです。 L っていうよりも、XL と XXL のイメージぐらい大きいです。なので今までのレイトの、パーカーのサイズからするとワンサイズアップぐらいで思ってくれたらいいのかなと思いますね、はい。これ L です。ちょっと裾まで見えないんでボリューム感つかめないかもしれないですけど、よいしょ、はい、これ L です。結構この下もこれぐらい余裕あって、袖も、はい、余って、ここもボリューム出ますよね。 S から比べるとだいぶサイズ大きくなってきます。これが L サイズなってます、はい。なので、今までの冷凍のアパレルを購入していただいた方は、今までよりも、バンプスのアパレルはサイズがワンサイズ、ちょっとずれてるような感じなので、今まで L が良かった人は XL、L が良かった、 M が良かった人は L、S が良かった人は、違う違う、逆ですね、逆ですね、逆ですね。今まで、XL を買った人は、L サイズで、L サイズを買った人は M サイズ、M サイズを買った人は S サイズの、今回このコラボパーカーを選ぶといいかなと思います。で実際12月10日のリリースパーティーの時はこれ試着して選ぶことができますので、現物見ながらなので、ぜひぜひ札幌でイベントに来れる方はこれ試着してみてちゃんと合うサイズ選んでもらえたらいいかなと思います、はい。では、今日は、こんな感じで締めたいと思います。今日は一応バインディングあった、はい。今日はこのドレイクの、はい、ドレイクのリロードの微調整をお伝えしました。またぜひ何かね質問があるときは方はコメントください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。バイ。